もう戸張が解説なら出ない。上から目線でプロからも NG？ 昨年長らくゴルフ中継のキャスターを務めてきた戸張翔が中継の第一線から退くことが発表されました。数々のトーナメントを手掛け海外のゴルフ事情にも詳しいという戸張ですが、その上から目線の解説はファンから反感を買うことが多く、中には戸張が解説を務める試合を観戦しないと言い切るファンもいるほど。そこで今回はゴルフ界のガンとまで言われた戸張翔のとんでも解説について紹介していきます。ルールも知らないのか、抗議が殺到した戸張の解説。長きにわたってゼネラルプロデューサーと解説を務める富士サンケイレディースクラシックでは女子プロに対して上から目線の発言が連発します。ベテランと呼ばれる年齢になりながらもツアーで存在感を見せる菊池絵理香選手に対して、菊池はこの年までよくシードを維持してきましたよね。それほど体に恵まれた選手ではないので、ツアーに出だした頃には30までに1つ2つ勝っておかないとしんどくなるよとアドバイスを送ったこともあったんです。それがまだここまでのパフォーマンスを発揮しているんだから大したものですよと、早速大きなお世話と言いたくなる発言で物議を醸しました。さらに菊池選手がパットを打つ際にはパットのラインの設計図が難しいと思いますね。どっから落としてくるか、おお、届け届け届け、あー惜しい。このラインからは見た目以上に上りがきつくなってるんですね。ピン位置を決めた人間からすると選手が苦しむ姿を見れるのは妙利につきますねと、解説ではなく自分の決めたピン位置に酔いしれるようなコメント。また他の選手がグリーン外からアプローチを行った際もフェースにきちっと持っていっていないからちょっと押しちゃっているんでしょうねと、意味不明ともいえる解説を付け加えるなど戸張節を披露し続けています。そして極めつけは海外のゴルフ事情に詳しいという目線での解説。戸張が解説を務めた初日の川名は風がそれほど強くなく、上位の選手はスコアを伸ばし合う展開でした。戸張はなぜかその展開が気に入らなかったのか、中継の中でもう少し風が吹かないかな、2日目は風が吹く中でプレーしてもらいたい、川名の醍醐味を感じるにはもっと強い風が来ないとと、何度も風に対するコメントを繰り返します。そして最後は、川名は風が吹くと面白いですね、セントアンドルーズもそうですけど大して難しくないってプロはみんな言うんですよ。それが風が吹いた瞬間に平均ストロークが2つか3つポンポンと上がってしまうって言うんですよと、まるで自らが手掛けたコースが海外の名門コースと肩を並べると言いたげです。これには視聴者からも、風が吹くとプレーにどんな影響を及ぼすのか、選手はどういったコースマネジメントが必要なのか、それを分かりやすく説明せず面白いの一言で片付けるのだから不親切だとの声が寄せられ、そもそもプレイヤーではない戸張がツアーの解説を行うこと自体に限界があると指摘されました。また別のトーナメントではカジュアルウォーターからの救済措置について、この救済でボールを吹くことはできませんと明らかに間違った解説を行い、直後にゴルフ専門誌から厳しく指導が行われました。この指摘に対して戸張は、50年もゴルフをやってきて痛恨の極み、昨年の女子プロのルール問題などと錯綜してふっと出てしまいましたと火消しを行っていましたが、この他にも大会で認められたローカルルールに対して、これはアマチュアの人には真似してもらいたくないですねと口にするなど、行き当たりばったりの解説が目立ちます。スポーツ紙でゴルフを担当する記者は戸張の解説について、視聴者からもそうですがプロからもあまりいい顔はされていませんね、今時の女子プロは戸張さんの顔と名前が一致しない子もいますが、後々面倒なことにならないよう先輩から挨拶だけはしておいた方がいいなんて言われる存在です。岡本彩子さんは、選手が試合前の練習を行っている場所にはむやみに立ち入らないようにしているんですが、戸張さんはその辺もお構いなしです。自分のプレーに対して的外れな意見を述べていたことに憤慨する人もいましたよと語りました。上から目線の解説に加え、コース設計にも携わる戸張は今年の富士サンケイクラシックで前代未聞のアレンジを加え、選手から猛反発を受けていました。思いつきで歴史を壊すな、独りよがりと言われたコースセッティング。今年の富士サンケイクラシックは名門富士桜カントリークラブで行われましたが、いつもと違っていたのは戸張の発案でアウトとインをひっくり返して開催されたこと。ゴルフ中継は後半のインコース、残り6ホールあたりを映している時間が長く、ジャンボ尾崎は
ゴルフコースの醍醐味は残り3ホールに凝縮されているというほど。しかし戸張は中継で反対のアウトコースが映るチャンスが少ないといい、一度富士サンケイクラシックが行われる富士桜カントリークラブというのはどういうホールが一番からあってどのようにつながっているのかを見てほしかったと、その理由について説明しました。しかし会場についてからこの事実を知ったプロも多く、グリーンまでの残り距離などを確認するヤーデージーブックも逆の順番になることから、キャディーからはこんなことして何か意味があるの?と疑問の声が上がりました。しかも富士桜の18番ホールといえば数々のドラマを生んできたホールとして知られており、2011年大会では石川遼選手が園田俊介選手とのプレーオフに持ち込むスーパーショットを披露したこともありました。こうした歴史をなぜか戸張は従来通りというのが一番進歩しないと否定し、僕みたいな仕事はコースとどれだけいい関係を築けるか、そのコースのグリーンキーパーとどれだけ仲良くなれるか、無理をお願いしてやってもらうので動線が大きく変わるので徹夜で作業する人も出るかもしれませんと、自らの理想を実現するために多くの人を巻き込んでいることを明かしました。特に選手から不評だったのが、戸張がドヤ顔で報道陣に披露した16番のパー3。このホールのグリーンは縦長の氷炭型に近く、グリーン手前から左サイドにかけて池が伸びる構造になっています。さらに右サイドにはバンカーが待ち受け、手前側は傾斜があり軽い砲台になっています。どのピン位置でもティーショット時には大きなプレッシャーがかかるホールですが、戸張はこのホールのヤーデージを210ヤード113ヤードと設定しました。その理由を戸張は、実は3日間は後ろで打たせて最終日だけ前で打たせる、4日間で距離のある難しさと距離のない難しさを伝えられるホールに仕上がっていますと胸を張りながら説明しましたが、このセッティングに対して関係者から独りよがりすぎると指摘を受けました。コース設計にも携わる関係者は、戸張のセッティングについて、最終日だけ113ヤードの設定にしたのは TPC ソーグラスの17番の真似事をしたかったんでしょうね。プレイヤーズ選手権の開催コースとしても有名なんですが、このホールは世界のトッププロたちが130ヤードほどの浮島グリーンを狙って打ちます。距離自体はなんてことないんですが、風を読むのが非常に難しく、ダスティン・ジョンソンのショットがピンを直撃し左に弾かれての池ポチャしたこともありました。戸張さんはそういった演出を加えたかったんでしょうけど、そもそも設計から逆算して作った TPC ソーグラスと富士桜では大きな差があります。コースメンバーからは、なぜこんな思いつきのような設定で試合が行われるのかと憤慨している人もいたそうですと語りました。最近ではティーの位置が大きく前後に動かされるのは珍しくありませんが、設計者の意図を無視してまで演出を行った戸張には非難の声が集まりました。また松山英樹選手がマスターズで優勝した際に、戸張は日本のコースで育った選手がメジャーで勝利した、これは日本でゴルフに携わる人たちは胸を張ってもいいはずとコメント。しかしこれについても、松山選手はメジャー中心の年間スケジュールを組み、アメリカにじっくり腰を据えて勝ち取った栄光であり、松山選手は帰国した際に、日本ツアーはコースのレベルも選手層の厚さも米ツアーとは雲泥の差があると指摘したことがあります。マスターズをはじめコースも選手のレベルも最高峰のアメリカツアーで戦ってきた松山選手にとっては、日本のツアーが行われるコースやセッティングは甘いものといえ、ファンが喜ぶという理由からバーディーが出やすい安易な設定を行うこともしばしば見られます。そういった指摘を受けながらも、戸張は松山選手の快挙を手助けしていたかのような発言を行い、ゴルフファンからは、お門違い、勘違いするな、なんで自分の手柄みたいになるの、日本にいたら絶対にマスターズで勝てないとの意見が寄せられました。その一方で、戸張と一緒にゴルフ中継に登場することもある森下圭吉アナウンサーは、関係者から絶賛の声が止まらない人物です。選手に常にリスペクト、森下アナが愛される理由とは。森下アナはトーナメント運営に40年近く関わっているツアーの生き字引のような人からも、俺は森下が一番うまいと思ってるんだと言われるほど、ツアー関係者や選手からの信頼も厚い人物です。この関係者は、青木勲に羽川豊がいて、そこに戸張翔までいる、みんなほっといたら止まらないようなタイプなのに、そこに松岡修造まで入ってくるんだから、これをまとめられる人間はなかなかいないだろうと、森下アナの仕切りを高く評価しつつ、
もちろん解説者の扱いもうまいけれど、やっぱり実況がいい。何よりも間がいいし、言葉の選び方もセンスがある。アナウンサーっていうのはやっぱりその辺のセンスだと思うんだよ、と森下アナを絶賛しました。オリンピックや野球、サッカーなどの実況経験も豊富な森下アナは、毎年の全米オープンや全英オープンも担当してきた大ベテランです。そんな経験豊富な森下アナも、ゴルフに関しては放送席のモニターが頼りになっており、会場の声援が漏れ聞こえてくることがあったとしても、劇的な優勝の瞬間を18番グリーンの脇に立って実況するわけではありません。そういった状況がハンデになるのでは、と聞かれた森下アナは、僕が経験した中でテレビモニターを見てしか喋らないのはセーリングとトライアスロンぐらいかな。ああいうのは肉眼で見ながら喋ることができないけど、ゴルフはそれに近いですね。マラソンだって実況車に乗って間近で見ているから、と語りつつも、ゴルフだけは特殊だと言い、特にゴルフの場合は僕もただのゴルフ好きのおっさんとして視聴者の皆さんと同じテレビ画面を見ているんですよ、という感覚を大事にしてます。しかもその隣にはプロのゴルファーが解説者としていてくれるわけですから、伝えてというよりただ楽しむということですよね、とあくまで視聴者目線での実況を心がけていると語りました。森下アナの実況は過度に情報をひけらかす場面もなく、必要以上に自分の言葉で装飾を行わないことで有名です。コースに出ている解説者が小声で喋ったり、リンクスの風音がマイクを伝ってノイズになれば、語らずとも視聴者に臨場感を感じさせることはできると森下アナは考えており、勝負どころでは会場のギャラリーと同じように沈黙し、一打の緊張感を言葉以上に忠実に伝えることに最も重きを置いています。最近のゴルフ中継といえば、人気選手に偏った中継スタイルが多く、メジャーの中継でも同じような悩みを抱えていると森下アナは言い、例えばあるホールで上位の選手が大事なバーディーパットを打とうとしている。放送席にある海外ホスト局の映像ではそれがわかるのだが、今こっちの画面いけるじゃないか、行けよと言っても、画面に映るのは日本人選手ばかり。そこによいしょするような解説を加えてはいけませんね、と語りました。ツアーの選手からも尊敬されることの多い森下アナですが、その人柄をよく知る横田慎一は、森下さんの実況は僕が言うのもなんですが、足すところも引くところもないんですよね。いつも場面に応じた最低限の言葉しか言わないんですよ。よく野球中継で平凡なフライなのにホームランを打ったかのように実況する人がいるじゃないですか。ああいったことを森下さんは絶対にやらないんですね。僕が選手会長を務めていた時も、つかず離れずでいろいろなところを見てくれていました。ゴルフ界には欠かせない存在だと思います、とその仕事ぶりを絶賛しています。同じゴルフに関わる人物でこれほどの差が生まれるのかと思いたいところですが、選手に対してリスペクトを感じさせる人柄が重要であることがよくわかりますよね。今回はゴルフ実況者についてのエピソードを紹介しました。